レジェンド清太郎が出会った男たち。清太郎の海賊ラジオオン YouTube レジェンドマン清太郎が出会った男たち。今回は何歳になっても憧れの存在がありますんでね、そのあたりをお話ししようと思ってるんですよ。で、私たちのようなこういうおしゃべりをなりわいとしている業界ってのは憧れの先輩を何人か作りましてね、その人を目指して努力してだんだん成長する、まあ職人のような仕事なんですね。今回はその中からあのスーパーひとし君、キャスター草野ひとしさんのお話ししたいと思います。草野さんは私よりも2つか3つ年上で、長崎の、県立進学高校から、東大を出まして NHK に入局、スポーツアナウンサーとして頭角を現し、オリンピック中継で評価を高めます。実はね、いまだ私はこの記憶忘れられないんですけど、くっきり残ってるんですがね、モントリオールオリンピック男子自由形 100m 決勝、このレース実は人類未踏の50秒を切るかどうか、そこ一点だったんですよ。で、その時ラジオの担当が草野仁アナウンサーだったんですね。はるかモントリオールから送られてくる音声、私は四谷文化放送の第二スタジオでその音声を受けながら、それを使ってオリンピック特番を構成する、進行する受け持ちだったんですね。もし何かの機会でね、この草野さんのね、モントリオールの男子自由形 100m 決勝を聞いてもらいたいんで、皆さんに、俺 NHK に絶対ある、リクエストしてください。 NHK の朝かなんかのラジオ番組に。本当にね、素晴らしいですよ。だってね、スタートからゴールまでまず淀みない実況ですよ。歯切れがいいんです、声がいいんで、テンポがあんので、ターンした後半は50秒の壁破れるかどうかっていうことでやりましょう。だからテンポがだん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 上がっていくんですよ。だから声のテンションも上がっていくんですね。そしてゴールするんですよ。その瞬間の冷静なる興奮、モンゴメリーが49秒9を記録したんです。50秒をコンマ1秒破ったんです。世界新記録。もちろんこのレースの素晴らしさもそうなんでしょうけれども、私はラジオでそれ聞いてるわけだから、テレビ見てないんだから、もう鳥肌が立ちましたね。まあ古くはね、 NHK はあの前畑頑張れ、前畑頑張れ、 NHK の競泳、ね、の実況っていうのはね、語り継がれるものがたくさんあるんですが、私も聞いていますよ、そういうものをね。でも私はこの草野さんの実況がナンバーワンだと今でも思っております。そのぐらいパーフェクト、完璧。その時に私の憧れの先輩に草野仁さんはなったんです。で、ここから今日の本番、前置きは長かったですね。ここから今日の本番、翌年です。私はあのヤクルトスワローズ担当でね、もう家族みたいに一緒でしたよ。で、神宮球場一塁側のダグアウトサイドね、ここからいわゆるベンチ情報を、放送席に伝えるという。で、ヤクルト巨人戦の時だったですね。この日はね、珍しくナイターだったんですけど、 NHK TBS ラジオから私が局員としていた文化放送から日本放送、ラジオ日本、5局がヤクルト巨人戦の中継だったんです。ということはベンチサイドに
5本のマイクが並ぶんです。で、試合中に選手たちがベンチから出てくるんですね。その時にヤクルトの主だった選手を捕まえてね、相手ピッチャーの状況とかいろんなことを聞くんです。それを実況生にタイミングよく伝えるんですね。それがいわゆるベンチサイドレポーターの仕事。私はだってもうキャンプからべったりと張り付いていたから、先ほど申し上げましたようにヤクルトって、来るもの拒みませんから、まるで家族みたいになっちゃうんですね。で、選手もそう、顔なじみ、気楽に話すしね、選手ももう、全く警戒しませんから。だから出てきた時に声かけて話聞くんですがね、その時に草野さんが、草野さんは普段来ないから、その他の仕事もやってるから、草野さんが、小野さん、小野さん、今小野さんが引き出した選手の話ですけど、小野さんがレポートした後に私もレポートしてもよろしいでしょうかと声かけられたんですよ。いや、びっくりしましたよ。あのモントリオールの草野さんだ。どうぞどうぞお話しください。正直慌てました。だってそんなこと初めてなんだもの。なぜならすぐそばで草野さんも一緒に話を聞いていたんですから。確かあの時は日本放送は小林さんだったな、先輩の。 TBS はどなたか忘れちゃったけれども、まあともかくみんなで聞いていたんですよ。それは私が声かけて、私が質問しましたよ。でもみんなも一緒に聞いていたんだから、囲みだもんね。それなのに仁義切るんですよ。私より先にレポートしない。すんごい人だと思いましたよ。その後あの NHK を辞めてフリーのキャスターとしてね、活躍なさっていることはもうご存知の通りです。ということは私が言いたいのは、草野さんはアナウンス技術も人柄人格も偏差値70を楽々超える人だということであります。だから常に第一線で活躍し続けられているんだろうと思います。チャンネル登録よろしくね。